はい、どうも、テイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9-2021続きやっていきましょう。2019年2月の2週からナイトスペシャル引き継ぎなしでやってます。もうここまで来ましたね。キングどちらでも。まあ、この辺はね、レースほぼないんですよね。どうするこれ。一気に飛ばす？まあ、ちょっとサクサクいきますか。まあ、ほとんどね、レースもないですし。まあ、3冠再び。まあ、これ楽しみですね。まだスピード分かってないんですよ。今持ってるのが、この辺か。まあ、とりあえず3月2週まで行くか。一気に。行きましょう。キングどちらでも海外苦戦してましたね。モズスーパーフレア。OK、行きましょう。そして三冠再び、楽しみですね。いいじゃん、いいライバル。三冠再び。まあ、まず一つ目きっちりね、勝ってほしいですが。まあ、とりあえずまずはここやね。まあ、きちっと取ってくれるか。そしてビフォルダーがまあ順調に勝ってたか。ああ、いいね、今のところ完璧っすね。まあ、これ期待できますよね。次1400。まあ、1400は大丈夫でしょう。1600も走っとこうか、一応。はい、これでいきたいなと思います。カナロアマイルド、まあ、あとは OK かな。マイルド3冠、マイルド3冠はダートっすね。1800あたりちょっといっとこうか、1回。はい、ネクスト。まあ、これは大丈夫か。お、ライバルいました。ちょっと見ますか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。モズスーパーフレア先頭、残り 200m を通過してタワーオブロンドン。マジか。そうか、モズスーパーフレアタワーオブロンドン降臨。2着はモズスーパーフレア、3着にヤマニンマーブル。まあ、本番どうかっすね。さあ、弥生賞、ここはね、取りたい。サートゥナリアが行って、ダノンキングリーか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。三冠再び先頭。あ、やっぱ三冠再び強いか、これ。余力は十分か。ああ、止まらないですね。2番手はダノンキングリー、三冠再び強い強い。やっぱめちゃくちゃ強いね。圧勝ゴールイン。2着はダノンキングリー。やっぱ S ありそうっすよね、これ。 S どころか S プラあるんじゃない、これ。最初ちょっとどうかなって時もあったんですけどね。ここ何戦かめちゃくちゃ強いっすね。きた、ガツンとくる。まあまあ、とりあえずね、とりあえずガツンとくる。まあ、こっからが大事ですからね。いや、でもあの勝ち方で A プラとかはないっしょ、さすがに。オッケー、 S プラ熱い。まあ、成長しての S プラっすね。なんで S プラちょっと乗っかってるくらいですかね、これは。ただ心肺機能強化使って菊花賞がねちょっと辛いんですよ。まあ、でも頑張ってもらえますか。まあ、キング3冠取れましたからね。適正2600くらいでしたね。2600くらいで
強化使ってまだ厳しくて、それでもね、むちゃくちゃ強かったよね、菊花賞。ぶっちぎりましたからね。はい、じゃあ OK。さあ、ビフォルター再び。ここも大丈夫かな。第4コーナーをカーブして、さあ、直線コースに入りました。ジャスティン。短いのはね大丈夫だと思うんですよ。先頭残り 200m を通過して、ビフォルダー問題は、まあ、1700、1800とかさ、その辺使ってないので、まあ、その辺だった時にどうか、だから距離適性を知りたいんですよね。今ねマイルだけ出てるんですよこれ。マイルって書いてあっても1800、まあ、もっと上までね走れるかもしれないですし、オッケー、スピード能力トップクラス、よし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 。ビホルダーもトップクラス。お、A プラか、いいね、いい感じっすね。今のところまとまってますよこれ。パワー S で賢さ S プラ、精神 A プラと。まあ海外持ってってもいいですねこれは。1600だと、まあまあこれはね大丈夫だと思います。多分やってくれるはず。1200か、1200ちょっと短いですけどね、まあ、とりあえず1600で使っとく。まあまずここ見てやな、見てからやな、見てちょっと決めます。勝てばちょっとがっつり休みますし、負けたらちょっと休んでなんか賞金稼ぎに行きます。モズスーパーフレア、そしてカナロアマイルド。怖いのはナノスマッシュ、レッツゴードンキー。まあナノスマッシュは怖いね。マイルド3冠、機種変えたい。行くしかないか。よし、じゃあこのままで。どっちでもいいっす。どっちか取ってくれれば。はい、カナオラマイルド。カナロアマイルドが能力、はい、こんな感じです。まあ、かなり高いですね。精神がちょっと残念ですね。賢さっか。で、モズスーパーフレアはこんな感じです。まあ、もうちょっと全体的にアップしないと、厳しいね。ナノスマッシュ、タワーブロンド、その辺はちょっと厳しいよね。まあここっすね、ここ相手が厳しいです。さあまずはマイルド3冠、まあこれネクストで。よし、勝ちました。マイルド3冠強いじゃん。カナラマイルドが一番人気で、モズスーパーフレアか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。カナラマイルド先頭、粘り粘る。カナロアマイルド気持ちよく走ってる。ただ後ろ来てるか、いや大丈夫やね。これは強いですね。勝ちました。これは強かった。よし、ここ取ったか。1年で一番楽しみ、4月の1週普通に誕生。どうだ、あ、まあまあ分かんないですねまだね。おお、キング3冠、マックスどちらでも。あとは、あ、これもいいっすね。あ、これいいじゃん。ディクタスの教え、
あ、これ楽しみっすね。あ、これもいい。これもいいっすね。これもいい。お、これもいいじゃん。あ、結構いますかね。あ、結構いますね。あ、なかなか当たり、いそうですよ、今回も。キング嵐、そしてビフォルダ再び。今のところは再びなってます、こいつは。ただ、ここ、騎手ね、どうすかな。まあ、でも確実に勝ちたいか。ただ、この辺乗せて、言うこと上げたいですね。あとは、キングどちらでもか。芝2000。いけるかな。メンバーは、まあ、夢どころ来てるんですが、どちらでも強いけどね。三冠1500から2100。いや、ちょっとこれ決めよう。王道路線開幕。王式突風スターブラストワンピース、フィエルマン。まあ、どちらでも能力は上っすね。頼むわ、バチッと決めてくれ。マイルドか。マイルド3冠。スピード A、賢さ C か。で、勝負根性は S。1500から2100。で、ダート。スピード A か。じゃあどうしますかね。2100走る。とりあえず走る。で、ジャパンダッドダービー行きますか。じゃあ、2100も走ります。まあ、とりあえずこれで行くか。まあ、一応登録はこれでいきます。はい、ネクスト。キング嵐。まあ、ここは練習やね。海外は初ですかね。どうだこれ。メンバー的にはいけるはず。さあ、短い曲線に入って、ここからが腕の見せ所。1600が得意距離やろ。先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。2番手はビフォルダー再び。あー、ここはちょっとかわされたか。OK。 まあ若いですからね、まだね、こいつは。さあ、そしてキングどちらでも。ダイジェストでいいかな。まだね、キングどちらでもはこれからでしたからね。まあ楽しみっすよね。来てる？来てねえわ。いや、もうちょっと来てほしいよね。ブラストワンピースは G1 2勝目。素晴らしい。キング嵐。まあ、キング嵐はいいかな。あ、三冠再びの皐月賞はでも確認したいね、これ。はい、じゃあそのままいきます。嵐ね、頑張ってほしいんですけどね。適正はいいんですけどね。よし、とりあえずここは勝った。スピードがちょっと足りないんですよね。はい、三冠再び、皐月賞いきます。まあ、いいメンバー揃ってます。一
一番速い馬が勝つ。親子制覇へ。親子制覇いいね。まあここはすることないですね。そのまま行きましょう。実際に取ってるのはサートゥナリアで、次がベロックスでダノンキングリーだったかな。ダノンキングリー、あ、おっとおっと、はい、まあ行きましょう。ダイジェストで4コーナーをカーブして、さあこれからです。リオンリオン先頭。まあサートゥナリアとは何回も戦ってますからね。よし、ねじ伏せたか。まあ、やっぱ怖いのは菊花賞、菊花賞です。まあ、ダービーもねいけるんじゃないかなと思うんですけどね、この能力まで、この強さ。オッケー、パワーあり、よし。あー、交換しないっす。はい、ここはレースなし。嵐がスピード A プラスよね。ね、ちょっと足りないですね。5月の3周走って次どこ行く。本当はもう一回使ってからイギリスダービーとか行きたいんですけどね。そうするか。ちょっときついけどねこれ。まあギリいけるか。はい、これでいきましょう。適正はバッチリです。三冠再びパワー S、 これは強いね。絆しかも2つまだ空いてるので、それでこの強さは強いですね。よし、三冠再びはなかなかステータスは高いと。はい、ここはネクスト。まあ今回種付けやって終わりっすかね、時間的に。それで終わりたいなと思います。なんで種付けいらないよって方は飛ばしてもらえたらなと思います。もう週は進めないです。はい、じゃあ行きましょう。まあ上から順番やね。上から順番っていうかもう関係ないか、ほぼほぼ関係ないですね。まあ一応やるか。21年終わりか、まあ22年終わりまでしか今回ちょっとやらないので、まあここはもうほぼ関係ないですね。どうすかなこれ。まあディープインパクトつけてもういいけどね。まあライバル配合いいですけどね。キング3冠つけとく。スーパーディクタスいいじゃん、使おうよ。スーパーディクタスか。警察クラシックちょっと使いたいね。使おう。で、ディクタスの星。まあ、これ、キング3冠でいいっすけどね。まあ、オアシストリームか。スピリッツか。スピリッツ行くか。マイルド爆心。爆心は流星がいいかな。スーパーディクタスつける、まあ、キング3冠の方がいいっすけどね。ちょっとディクタスつけようかな。
マイルドパサー、キャットマイル、いいね、キャットマイルで。まあ今回能力重視、警察どちらでもいいですね。警察どちらでも行く、まあ、ロードパナロもいいね。まあ警察行きますか。キングスターズ、まあこれトリート行きます。マイルドクラシック、まあ、シルバーチャームいきます。スーパーキャット、キング三冠、フランケルいいな、フランケルしよう。でブエナビスタ、ブエナビスタもね当たり連発ですね。前回グレインイーグルスにしたんか。じゃあちょっと変えて、あ、シアドビリーフ行きますか。これ一回行ってみようかな。ディクタスグラス、三冠、まあ、シーキング・ザ・ダイヤにしつつかな、まあ、結構好きなのでちょっとつけたいなと思います。マイルドどちらでも、マイルドどちらでも、キャットマイル行こう。マックス・スターズ、シルバーチャームいいね、シルバーチャームいきます。でベガ万世、キング流星、キング流星いいね、キング三冠、キング流星か。そうですね、ガリレオ行こうかな。はい、ガリレオで。でキャットコンコルド、オルフェーブルね、キャットコンコルド、そうやね。あーでもまあこの辺行くか。でライス3冠、ルーラーシップ使いたいですけどね。アドマイムーン行こうかな。はい、アドマイムーン行きます。大物最速、大物最速か。そうですね、ちょっともうちょっと下見ようか。エニフューズ行こうかな。はい、そしてシュッツラン、警察クラシックいきます。マイルドトリート、
まあ警察クラシックでいいかな。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。